海上自衛隊が誇る潜水艦隊、3種類の通常動力型の攻撃型潜水艦で22隻体制を堅持中。世界が注目する新たな試験用潜水艦建造計画をご存知でしょうか。今回は VSL 搭載潜水艦建造計画を詳しく見ていきますね。日本もようやく VSL 搭載潜水艦の建造を決め、建造しますが、この新たな潜水艦が完成すると一番困るのは中国なのではないでしょうか。北京が射程圏内に入り、潜水艦基地の海南島も射程圏内に入る位置に移動可能です。空母福建も破壊対象になるのではないでしょうか。空軍のスペックばかりの戦車を考えると中国も同じではないのかと考えてしまう。日本潜水艦は最強かな。2023年12月現在、日本の海上自衛隊の潜水艦戦力は、かつての防衛計画の対抗、そして、現防衛力整備計画に明記された通りの22隻体制を構築しており、これは、昨今の防衛費の総額で、さらに増強される形にはなっていない。現時点での海上自衛隊の潜水艦隊22隻の内訳は、前々級の親潮型が8隻、前級の、総流型が12隻、そして最新鋭である太平型が2隻で構成されており、これ以外に親潮型2隻が練習潜水艦として保持されている。これら前々級の親潮型、前級の総流型、最新鋭の太平型ともに、徐々に艦隊のサイズは大型化、機関構成も変遷を重ねてはいるが、主兵装に6門の 533mm 魚雷発射管6門を艦首部に装備する形式は踏襲されている。そのため、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、日本の近海の主要な海峡5つ、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、大隅海峡、宮古海峡を、仮想敵国の艦艇や潜水艦が突破して、日本の国土に接近することがないように、その警戒に当たることを主任務としている。これら5つの主要な海峡において、現行の海上自衛隊の潜水艦が待ち伏せ行動を行うことで、仮想敵国の艦艇は接近を拒否されることとなり、主として太平洋方面への自由な展開が阻害される状況下に置かれる状態である。前出したよう、日本の海上自衛隊の潜水艦の主兵装は、いずれも艦首部に備えた6門の 533mm 魚雷発射艦であり、ここから、敵の水上戦闘艦や潜水艦に向けての長魚雷による攻撃及び、ハープーン巡航ミサイルによる対艦攻撃や限定的な対地攻撃を行うことが基とされている。ちなみに、最新鋭の太平型は、ネームシップで、1番艦の太平が2022年3月、2番艦の枠芸が2023年3月に収益を果たしており、以後も1年ごとに3番艦、人芸、4番艦、雷芸等が収益を迎える計画となっている。太平型は、公表されているスペックによれば、基準排水量が3000トン、全長が 984.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの艦隊を持ち、ディーゼルエレクトリック方式で推進、最大6000馬力、水中速力20ノットを発揮する。太平型のディーゼルエレクトリック方式は、機関部には、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせたもので、この構成は、前級の、総、流型の最終の2隻から採用された形式を踏襲している。前々級の親潮型、前級の総流型、そして、最新鋭の太平型と新型艦が建造される中で、その連続潜航時間やそれに伴う作戦行動半径は少なからず拡大してきたことは間違いなと思われるが、やはり、通常動力型の範疇の中という限界は付きまとう。ことに、オーストラリアが、アメリカとイギリスとの間で、新たな3カ国間の軍事同盟である、オーカスの締結に踏み出し、その内容に、攻撃型の原子力潜水艦の調達を打ち出して以降は、日本においてもこれに倣うべきだとする意見が、一部の政治家からも唱えられ始めた。オーストラリアの場合、現状では、
1996年から2003年にかけて調達した排水量3000トン級のスウェーデン製のメステルイエトランド級潜水艦をベースとした通常動力型潜水艦のコリンズ級を6隻のみ運用している形である。このコリンズ級の代替を図る目的で、オーストラリアは本国のフランスでは攻撃型の原子力潜水艦として建造が進められていたシュフラン級を通常動力型に置き換えた潜水艦をアタック級として調達する契約を結んでいた。しかし、このアタック級の建造計画が当初の予定よりも遅延し、さらに費用的にも増加の一途をたどることが明白になる中、中国は南シナ海の領有化人工島の建設等を含め一方的に推し進め、さしものオーストラリアもその行為に危惧の念を強くしたと思われる。そこでオーストラリアから距離のある南シナ海まで進出し、その海域でもある程度の長期間にわたって作戦行動が可能な攻撃型の原子力潜水艦を調達して中国と対峙する方向へと軍事的な政策の方向を大きく転換させた。この2023年の末の時点ではオーストラリアは5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦をアメリカから調達し、以降はイギリスの支援を仰いでオーカス級と呼ばれることになった新ゾの攻撃型原子力潜水艦を自国内でも建造する方向で動いている。アメリアのバージニア級は、現時点ではアメリカ海軍でも最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であり、水中排水量は7800トン、全長は 114.8 メートル、全幅は 10.4 メートルの艦体を持ち、4門の 533mm 魚雷発射艦と、12機のトマホーク巡航ミサイル専用の VLS を装備している。オーストラリアとしては、このバージニア級を入手することで、それらを南シナ海に有力させる体制を構築すれば、有事の際には、中国本土に、トマホーク巡航ミサイルによる攻撃を浴びせることが可能となり、大きな抑止力となることが期待されている。これは、南シナ海の大半を、自国の領域だと主張して譲らない中国に対しては、アメリカ海軍に続いて牽制すべき戦力が登場する事態であり、日本を含むアメリカの同盟国や南シナ海の周辺国にとっても有益な存在になり得るだろう。ただし、個人的な感覚で言えば、人口で約2500万人、GDP の額で約200兆円ほどのオーストラリアが、人口約 1.2 億人強、GOP の額で600兆円を超える日本より、維持にも多額のコストを必要とする原子力潜水艦を運用することにはかなりの負担であることは気がかりである。経済的な規模から考えれば、オーストラリアの攻撃型原子力潜水艦の複数保有はかなり財政を圧迫するであろうことは想像に難くなく、これからの運用技術の習得やメンテナンスの体制の構築にも莫大な費用が発生することは明白だ。こうした視点から考えてみると、オーストラリアが取得を決めたのだから、日本も攻撃型の原子力潜水艦を持つべきだという意見はかなり拙速で短絡的に過ぎる考え方ではないかと思わざるを得ない。それでも、2022年末に新たに閣議決定された防衛力整備計画では、日本も VLS 垂直発射艦を装備する試験潜水艦の建造を行う方針が打ち出されているが、これが今後、どのような艦の規模、兵装となるのかは注目であろう。今後、日本が試験的に建造を行う潜水艦に VLS 垂直発射艦を装備するというだけで、即、それがオーストラリアやアメリカのようにバージニア級のような攻撃型の原子力潜水艦を意味地するのかといえば、そうとは思えない。これまでの海上自衛隊向けの通常動力型の攻撃型潜水艦の建造ノウハウをもとに、それを起点として VLS 垂直発射艦を装備するために多少の大型化を図った潜水艦となると考えるのが常識的な判断、見方ではないだろうか。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦で VLS 垂直発射艦を装備する例としては、韓国海軍の島山安正弘級がすでに建造されており、
このバッチ1と称される初期型は水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルの規模を誇る。その貯酸安助級バッチ1は、岩主部に 533mm 魚雷発射管8門、背面部に6機の VLS 垂直発射管を装備しており、さらに、新型のバッチ2以降では、VLS 垂直発射管の数は10機まで拡張させる予定であるとされている。韓国海軍が通常動力型の島山安正弘級に VLS 垂直発射管を装備させた際には、その排水量に比して重兵装が疑問視される状況もあったが、日本も既存の技術で無理なくその実現を図るならば、同様の方式の採用が有力となろう。ただし、あくまでも既存の通常動力型の攻撃型潜水艦の船体を多少大型化して、VLS 垂直発射管を装備するとは言っても、バージニア級原子力潜水艦のように行動範囲、水中での移動速度が担保されるわけではない。したがって、今の日本の最大の仮想敵国となった中国に対し、長距離攻撃が可能な巡航ミサイルの運用手段を多層化したとして、一時的に牽制を強いる程度の兵器として認識しておくというのが落としどころになるのではないだろうか。